1年から2年への助け渡しが始まります。レースも後半に立ちかかって優勝争いも熾烈を極めてきますが、中間で先頭に立った四つ葉がこの10区も第10中継所もトップでやってきます。差がどうやら開いているようにも見えます。今四つ葉が行った。この10区も四つ葉が先頭で行きます。さあ2番手ヤクモ、昨年の2位のヤクモが現在2番手。差がついたか。今渡って9秒差、10秒差、10秒差で行きました。3番手森口で14秒差つきました。さあそして連覇を目論むヤクモ東は現在4番手で上がっていっていますが、連覇はここまで25秒差。そして銀河健闘行きました。銀河健闘現在5番手で行っている。後方にかけて二枠久保健闘していますが、現在6番手まで下がりました。二枠久保が37秒差、錦が行きます。錦41秒差でたすき渡し。そしてピンクの勝負服たすきがやってきます。たすきが今たすき切れ51秒の差がつきました。手元の時計で51秒差。そして2チーム並んでいます。青の勝負区に伸長してきました梶と南。梶が先に行く。1分3秒差南、1分4秒差ほぼ7秒に来ています。ここに来て縦長になってきました。体系勢寺方が来ます。1分14秒差寺方行きました。そして下島が準備しています。今下島が準備して、今下島1分26秒差で行きました。そして後方にかけてですが、遠田が準備しています。残っているチームはまた3チームほどでしょうか、4チームほどでしょうか。遠田が準備しています。遠田が行きます。1年から2年へ遠田たすきリレー1分49秒差つきました。トップとは1分49秒差。そして3号との走行で65年の幕を下ろすことになります。橋場2分2秒で行きました。最後の女子駅伝橋場行きました。そして後方にかけてはだいぶ差がついています。残っているのは3号と笹です。3号と笹のようです。笹がやってきます。まずは笹がやってきます。今笹たすき渡し2分33秒差トップとは2分33秒。そして最後尾となります3号、143年の歴史に最後となる3号、2分44秒差でたすき渡し。これで11区が選手たちが11区へと入っていきました。